行こう。武田さん、ちょっとまだ登場お待ちください。はい。はい、大丈夫です。
いや これは変わりないでしょ。これは数人とじゃないよ。すごい、やっぱり触るのが一番じゃないですかね。どうでしょう、行きましょう先生。はい、こちらで作っているんですか。そうですね。
静岡の綺麗なね、そうね、はい、この自然の中でできるわけですね。東北ってやっぱり綺麗な女性がいるとまたね、あれ、あれ、建てますか、で綺麗な女性がいる、綺麗な女性がいるとこの美味しさがさらに引き立って、あ、先生うまいなぁ、うまいますね、まあ、これは綺麗な女性と見た時にまた他の綺麗な女性を見た時にだ一緒にいる時に限って綺麗な女性を見た時にありますよね。いや、ないですよ。何言ってるんですか、先生。でもお酒がなんだっけ、飲んでないでしょ。綺麗で綺麗で今まで食べたら武田さんでも何本にあの…楽なのと、楽なの恨みだけ、ありがとうマジでどうも頼む、チームワークがいいですよね。今日は3人みたいですね。このスリータップね、先生、スリータップね、もうこれ美味しい、しかも体なんでしょう、はい、これアボジャなので、料理も赤が綺麗になったんだ。ああ、そう、先生、そういうような経験ですね。そういうことや、そういうことをやったんですね。美容にもやったから綺麗になったんですね。大豆一田さんも3分前よりなんかちょっと綺麗になった。本当ですか。すいません、ね、それ遅いと思うよ。そうそう、人も最初じゃないんで。本当にお腹いっぱいでもペロリと消えちゃいますね。はい、スタートです。はい、OK です。ありがとうございます。はい、うん、じゃあ、決まってきた。だってロケ終わって新幹線も食べたら9時ぐらいになっちゃうから。じゃあ、いきまーす。はい、お願いします。はい、じゃあ、まず1本。はい、ゲッツ。よっしゃー、先生、絶対先生に負けないからな。写真撮ってってやってるところ、やってるところ、ちょっと服ちょっとマジで。慣れだよね。慣れもよるし、もっと早く感じる方も多いから。あの安全設計であのプラスチックカードが全部ありますから。で、操作の方ですけど、アクセル踏むとこしっかり踏んでもらったよ。はい、で、曲がるときに、踏んだままハンドル切っていっちゃうと、ちょっと抜け出したり。新聞配達の人みたい。先生、なんか新聞配達の人みたいですよ、先生。今日一番の新聞配達。いるいる。ごめんなさい、そんな格好になっちゃいます。ご苦労様です。朝早くご苦労様。次はどこかでもいいよ。
回乗ってもらいましょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。じゃあどの辺りまで行けます？もうちょっとね。